それではですね、2019年の福岡県の大問の6番の問題解説していきます。図1は底面の半径が6センチ、高さが4センチの円錐と、底面の半径が6センチ、高さが5センチの円柱を合わせた形の立体を表しており、円錐の頂点 A、B、C、これがこういうふうな感じでなってますよと。で、図2はうんたらかんたらで一旦置いておいて、括弧の1番、図1に示す立体の体積、こいつの体積ですね。全然難しくはないな。まず円錐の体積が6の2乗 π かける4かける3分の1で、円柱の部分が6の2乗 π かける5でいいわけですから、まあ、6の2乗 π でくくってあげて3分の4たす5から先にやってあげましょうか。こんなことしなくてもよかったのかな、まあいいか。はい、ということで6の2乗 π かける3分の22、違う、19か、3分の19になるわけですね。めんどくせえなこれな、まあいいか。なので 12π かける19ですか、約分すればね。ということで20倍して240-12だから 228 かな、 228π 立方センチメートルっていうふうになるはずです。ここまではいいでしょう。で、次ですね、括弧の2番、図2ってやつを作っていくんですが、図2は図1に示す立体において円 B の円周上に、この B を中心とするこの円周上に2点 DE を取るんだけど、 D が、まあ、とりあえず真横に置いとくとすれば、 E が DBE が120度になるように、こっからここの角度が120度になるように E を取るよと、こんな感じを作るわけですね。で、AC の円周上に点 F を BEF が90度になるように、まあ、要は E の真下に F を取りますって言っていて、C と結んで、まあ、これ長方形作ってるわけですね。こんな感じでね、はい、まあ、こういう状況を考えますよって言ってるわけです。で、この上で A と F を結ぶんですか、 A と F を結んでこれと BE の交点を G としますと言ってるわけですね。いきましょう。問題の続きあったよいしょと。括弧の2番、図2に示すこの立体において三角形 ABG の面積は三角形 ACF の面積の何倍かと。だからもうこれ平面抜き出して考えればおしまいだな。はい、ABCFEG ってこれ全部同一平面上にありますので、これらを全部抜き出してあげましょう。よいしょと、こんな感じかな、こんな感じですかね。で、高さ回してこれ A にして B にして C にしておいて、半径が6センチですから6、大体こんぐらいかな、取ってここに F があって E があって AF を結んだここに G があって、三角形 ABG の面積が三角形 ACF の面積の何倍かですね。平行になってるわけだから、当然三角形 ABG と三角形 ACF は相似になってるわけです。相似比は何対何ですかって見ていくと、ここの高さが4センチ、ここが合わせて9センチになるわけですから、相似比は4対9になってるわけですね。したがって面積比はっていうふうに考えていくと、もうこれで終わりかな。そうだね、三角形 ABG対三角形 ACF は相似比の2乗ですから、4の2乗対9の2乗になりますので、16対81っていうふうになると。だから何倍ですかって、81分の16倍でおしまいですね。答え81分の16倍っていうふうになりますと。OK ですか。さあ、そうすると最後ですね、図2に示す立体において AD の中点、 AD の中点を M とします。で、MF の長さを求めなさいと、ちょっとややこしいですね。この空間内に引かれている線分の長さ、MF の長さを求めなさいって言ってるわけです。で、空間内の長さを求める上でとても大事なことは何なのかっていうと、長方形をイメージしてあげて、その長方形の長方形をまずイメージしてあげて、
F があって M があったとすれば、要は M から F に行くときに横にどれぐらい、縦にどれぐらい、下にどれぐらいっていう風に、まあ、イメージと X 軸、Y 軸、Z 軸みたいな3つのね、こう軸があったときに X 軸方向にどれぐらい、Y 軸方向にどれぐらい、Z 軸方向にどれぐらい行くんですかっていう、これが分かればいいわけね。だから縦方向にどれぐらい、横方向にどれぐらい、高さ方向にどれぐらいってことです。そこの感覚さえ分かってしまえばおしまいなわけですよ。でそうするとこれ真上から見たらどうなるのか、こっち行きましょうか。真上からこの立体を眺めてあげると当然ね、円が見えていて、ここに A と B と C が全部重なって見えてるわけですね。 A、B、C が全部重なって見えてると。でここに D があると。 OK、じゃあ E ってどこにあるんですかって、だいたい120度取ったところにあるわけですから、ここに E が見えてるわけですね。で真上 A と D のちょうど真ん中に M っていうのが見えてるから、真上から見たらこういうふうに見えてるはずなんですよ。 OK、 だから求めたい線も真上から見るとこういうふうに見えてるわけですね。いいですか。そうすると横方向にどれぐらい進んで、縦方向にどれぐらい進んでっていうのは簡単にわかるわけです。こういうふうに見ていくと、これ120度があるってことは当然ここが60度になるので、正三角形が作れると、半径半径の60度ですから、これ正三角形になるわけですね。ということは何が言えるのかっていうと、今これ半径6センチでしょ、ってことはここを3センチっていうふうにできて、ここが3ルート3センチになるはずだよね。1対2対ルート3ですから。だから M から考えると、横方向には3たす3で6進んで、縦方向には3ルート3だけ進むと、だからこっち戻るとこっち向きに6進んで、こっち向きに3ルート3だけ進んでるわけですよ。 OK、あとは高さ方向どれぐらいですか、ここからね、 M がいる場所から F がいるところまでズーンって下ろしたらどれぐらいの高さなのかっていうと、どれぐらいの高さなんですか、 M からここに降りてくるまでは4のちょうど半分でいいから2でいいわけですよね。ここが2センチです。でここからさらにここまで5センチだから計7センチ降りてるわけです。5たす2でね、だから7センチ降りてると。だから6行って3ルート3行って7行ってっていう、この状況が分かってしまえばいいわけですよ。いいですか。だからもしね、これがちょっと分かりづらかったら、今みたいに M からまっすぐ垂線を下ろして F と結んで、ここでねこうやって三平方を作っても考え方は全く同じです。 OK、 結局高さって7って分かるし、ここの長さってこっち行くよ、ここの長さと同じですからね。 OK、 っていうふうに考えてもらったらもちろん OK ですよ。こっち戻ります。ということで長さどうなりますかって言ったら、 MF の長さは空間内での3平方の定理、まあ、4平方の定理みたいなやつですね。ルート6の2乗プラス3ルート3の2乗足す7の2乗だと、ちょっと F が邪魔だな。っていうふうになるはずですね。はい、計算すると4ルート7センチメートルっていうふうになるはずです。確認をしてみてください。はい、ということで最後の部分ね、空間内での移動さえ分かってしまえばそんなに難しくない。別解としては M からこうやって垂線を下ろして、直角三角形で考える方法もありますので、まあ、どんな感じでね解いてもらっても OK ですかね。はい、解説以上となります。こんにちは、迫田です。高校入学前で数学の先取り学習をしたい、進学校に通っていてもっともっと自分で数学を勉強したい、勉強一生懸命してるんだけれどもなかなか数学ができるようにならない、問題、解説、動画、全部僕が作っている数学の取説、ぜひ手に取ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。